こんにちは、ショートです。今回なんですけど、最新の雑貨屋を引いているとちょっとバグがあったんで、それの紹介とちょっとか残念な結果に8回チャレンジしたんですけどなったんで、まあ、ちょっとプラス2回引いていけたらなと思っています。ですね、私現在、8回引きました。あの12000円の課金と610円の課金2回ですね。で220個サイコロ獲得して、合計8回引くことができたんですけど、ちょっと残念な感じになっちゃったんですよね。あのこちら獲得済み見ていただくと、まあ、C ランクと D ランクのみ8個引けたっていうところで、まあ、順当にあの下から引いたって感じになります。でここからは A ランクか B ランクが確定になるんで、まあ、一応ここで2回引いて B ランク2回引ければまあ、原稿的にはまあ、お得なのかなと思ったので、まあ、特に戦略セーターですね、引いていけたらなと思います。でですね、あの、段階報酬になるんですけど、なんかこちらがバグっていて、私8回しか引いてないんですよ。ですけど、なんか、累計ガチャ9回目の報酬をゲットしていて、これがバグですかね。バグだと思います。一応、この累計ガチャ12回の報酬、ここですね、8って書いてあるんで、何か私が数え間違えたとかもないと思うんですけど、なぜか累計ガチャ9回の報酬が獲得できるっていう、獲得できたっていう状態になってます。なんか他にもこういった方いらっしゃったら教えていただけたらなと思います。まあ、あの一応ですね、10回目まで引こうと思ってるんで、まあ、これはまあ、詐欺じゃないんで、まあ多分バグだとは思うんですけど、まあ一応ちゃんとお金そこまでお金払ってやるつもりなんで、まあ問題ないかなとは思ってます。じゃあ2回引いていこうかと思います。まあ結局これどこ選んでも確率の話になってくるんで一緒ですね。参加券か、参加券、これ仮想の集いのやつですよね。まあ、なんで、まあ、仮想の集いで奥義が絡んできたりとかした時に使っていけたらなと思います。あー、これ鮮魚か、うわなるほど。まあもしかしたら A ランク B ランクか B ランクの中でも確率があるのかもしれないですね。これは、はい、まあ私としては一番残念な結果になってしまったんですけど、まあ、潜入育成団と、UR 戦の絆残しといった感じになってしまいました。まあこれを見てなかなか課金する方も難しいのかなと思うんですけども、課金するのであればあのですね、まあ、12回引く前提で、まあ、やってもらうのがやっぱいいかなと思いますね。私今この状況だと課金しそうですもん、ぶっちゃけB ランク A ランクも欲しここまで来たら欲しいってなっちゃって、多分課金することになってしまうと思うんで、まあ在新の雑貨屋のご利用はご計画的にといった感じになります。これで、まあ、10回ですよね。これが受け取りたいたりとかはやっぱりしないみたいですね。まあこれで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。